ちゃんねやっぱね、はい、うん、もうね最高最高お笑い、そうお笑いっぽいの、笑わせ落としないで、ね、これは皆さんの心を打つ MC が聞きたいコーナー、やっぱり、そうだからね、一番真面目な、うん、小林さんがね、締めがね、締め、うちにはいるから、そう、まとめてね、小林玲というしっかり者がいるから、メンバーいつも、なるほど、しっかり者、ということなんで、玲ちゃん大丈夫ですか、大丈夫です、皆さんの期待が、はい、ここで締めていただいて、マイクを持ちました、小林玲、マイク持っちゃった。お？そのマイク持ってるのあんまりいなくなっちゃう。すげえなんか変な音入ってるんですね。はい。ガサガサ。あ、もう準備入ってるんですね。はい、入ってます。よろしいですか。こちらのカメラに向かってですよ。よろしいですか。はい、いいの？大丈夫です。何どうしたの？大丈夫です。集中してる。じゃあ今集中してるんです。あ、集中してる。はい。集中してる。開けてる開けてる今。わかりました。じゃあそれでは夢見るライブ MC までどうぞ。みんな、あの頃味わったアドレセンスを呼び起こそうぜ。イエーイ！いいじゃん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 、最高、コメント一番多い、さすがです、さすがです、すごい増えた、ハチハチハチ、おー嬉しい、すごい、星とかもいっぱい来るんじゃない、これやばいやばい、すごいこれ、いろいろ来ちゃうんじゃない、これなんか来ちゃうんじゃない、ギフトが来ちゃうんじゃないの、これ東京タワー来ちゃうんじゃないの、これ東京タワー来ちゃうの、でもすげえ良かったよ、今本当ですか、うん、ちょっとアンコールもらっていい、もう一回もう一回もう一回、これやったら来るよ、いろいろ、もう一回、もう一回、それでは武道館で言うライブ MC お願いします。みんな、あの頃味わったアドレセンスを呼び起こそうぜ。イエーイ、やったやったぜ、かっこいい、ほら星星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 星イケボすげえ、嬉しい、これだこれだ、もう他の人の覚えてないもんね。けないよ、プリンザウィンガー。取りちゃうぜ。今夢見ちゃうぜ。夢見ちゃうぜ。なんなの？いや本当にね。やっぱりこれからはレイを見習っていこうかなと思いますね。ね、そうですよ。ちょっとああいうのが多分ファンの方はね嬉しいと思うんでね。ちょっとなんかリベンジしない誰か。リベンジしない？差し当たって一番ダメだったさ、うん、ユーミンやってみてね、うん、一番ダメだったって決め、別にアンケート取ってないけどね、うん、勝手に決められてるけど、まあでも、そうだと思いますので、なんかアドレセンス的なやつを言えばいいんだよね、なんかどういうのちょっとリサーチする、どういう感じのがどういう MC が嬉しいみたいな、盛り上がるみたいな聞いといてから、聞いてみようよ、やる、せっかくなんだ、嫌そうじゃん、もう自分の中で決めてたやつ言いたい感じになってんじゃん、そんなことないですよ、じゃあ皆さんもね、一応聞いてね、一応聞いてね、うん、それ参考になるかもしれないから、教えてください、うん、どんなやつが、どんなやつがいいですか、どんなのがいいかね、みんなも考えて、考えていただいてね、うん、うん、どんな面白いやつ、面白いやつ、ぶりっこ系、窓開けるやつ、男前の感じがいいのかも、モノマネ、熱いやつ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 、ある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 、あるあった、引き出しあった、ちょっと引き出しちょっと開けちゃっていいですか、熱い MC の引き出し開けてもらっていい、じゃあいいですか、やっぱさ中身よりもその気持ち、バイブス、熱さじゃん、うん、いいですか、あもうマイク持ちましたからね、レイちゃんスタイル、ね、これいいですよ、いいよ、これ来るでしょ、これいいの来るでしょ、それでは武道館でやるライブ MC お願いします、みんな夢見るアドレセンスだぜ。今までみんなはアドレセンスしてきたと思うけれど、今は違う、そのアドレセンスを呼び起こそうじゃねえか。いいよ、アドレセンス呼び起こそうぜって例のさ、もうまるっきりさ、ね、まずちょっとパクッと、うちら的にはもう1ミリも来なかったね、何、うん、も来なかったし、バイブスも何もただのパクリパクリパクリ、うん、しか来なかった、でもやっぱダゼは使うんだね、スイちゃんスイちゃん、ね、もうね、うん、こういう無茶ぶり本当弱いです私なるほどね、はい本当に死んでもいいです今ほらほら生きて、でもなんか楽しみだね、じゃあもしね今度ね武道館でライブ MC あったらどういう、でもなったらね言えないんだよね、うちはね、それまで勉強しとこうね、うん、みんなでね、そうだね、よし何も変わってなくて鳥ちゃんだぜって言ってたらクソ笑うけどね、
あれ変わってない、やっぱ言いたかったんだね。ありますけどもね、皆さんも楽しみにしていただければと思います、はい、以上夢見るライブ MC リハーサルのコーナーでした。はい、さあそんなわけでございまして、あーもう終盤戦でございますね、この番組の方もでございますけど、ここからはね、はい、すごいですよ、各メンバーのソロコーナーをお届けすると、だから一人ずつもう取り残されて、皆さん他いないですか？いないですよ。マジか、3分ぐらいおしゃべり、これはお好きな、お好きに使って結構でございます。やばいよ、これやばいよ、大丈夫ですか、はい、今お腹鳴ったでしょ、お腹鳴ったでしょ、お腹鳴った、言わなきゃわかんないんだから言わなきゃわかんないんだよ、お腹減ってた、顔がちょっと真ん中になったかわいい、じゃあ誰から行きますか、一人だけそこ座って、みんなこっち側にも来てもらいます、じゃんけんしようぜ、じゃんけん、チッチでいいよ、チッチやりたかったらチッチでもいいよ、チッチやろ、うん、やりたいんでしょ、やろやろ、せーの、チッチパチ1、チッチパチ2、見よう見よう、チッチパチ3、これで30分ぐらいしたら思ってるよね、チッチパチ2、見よう見よう、見守ろう、これチッチパチ1、うん、チッチパチ0、うん、はい、うん、これ時間かかるな、これ取り残された人がね、チッチパチ4、うん、いいよ、チッチパチ2、うん、チッチパチ0、チチパチゼロ、うん、あ、うん、やばいか、はい、まだもうちょっと様子見ようか、早く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 、1抜け、はい、はい、レイちゃん、はい、チチパチ2、チチ、あー後ろのなんかボードが直して直して、はい、何か直して、チチパチ4、チチパチ5、あー倒しちゃうよ、早く早く、チチパチ1、大丈夫じゃないんじゃない、あれチチパチゼロ、はい、1回目の放送でボードが倒れる、チチパチゼロ、イエーイ、うん、あれ、いやいや大丈夫大丈夫、はい、はい、で誰が、はい、はい、はい、いきます、ちょっとじゃあ私直しに行こうか、はい、はい、私直しに、チチパチ1、あっ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 、あ、じゃあ順番はレイちゃん、ユーミン、チョウカ、アガリのね、そうだね、はい、じゃあ、います、誰からになったの、そういうこと、私になりました、レイちゃんから、ね、レイちゃんからになったの、負けました、はい、あでも最初の方がいいんじゃない、意外と、そうですね、後々になるとね、うん、なんか一番良かったのになんか一番嫌だな、そうですね、はい、はい、もう、あーいいですね、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、じゃあ私がスタートの気振りしますからね、はい、じゃあれいちゃんのもうソロトークコーナーでございます、3、2、1どうぞ、はい、皆さんこんにちは、こんにちは、あ、いい、ガヤがいる、ガヤがいる、はい、高校1年生16歳夢見るアドレセンスの小林れいです、はい、よろしくお願いします、はい、はい、最近ですね、いきなりなんですが、私はですねタピオカにハマっておりまして、タピオカ、はい、そうなんですよ、渋谷のパールレディってとこなんですけど、パールレディ、はい、カタカナ出てくるのに全部やん、そこで、豆乳タピオカっていうのがあって、豆乳タピオカ、はい、抹茶豆乳がおすすめです、抹茶っぽいね、れ誰のおかげでハマったのかな、山田あかりさんに連れてきてもらいました、はいこっちに映ったら面白いね、はい、もったいないね、そうなんですよ、はい、うん、まあ、ということで私最近ハマってるのタピオカなんですけど、はい、はい、皆さんがハマってるものは何ですか、うん、教えてください、タピオカよりタピオカの方が好きだった、俺はレイちゃんしかレイちゃんにハマってるぜ、いやいや、みんなあれすげえ頑張った、映ってんね映ってんねみんな、みんなもハマってるものを教えてください、もう全然トーク入ってこないよそんなことやってたら、本当だよ、うん、あ、夢はどうだって、嬉しいね、ありがとうございます、もっとハマってもいいよ、はい、うん、まあ、ということでですね、はい、はい、皆さんこれからも夢はどう応援してくれたら嬉しいですありがとうございました、ありがとうございました、はい、あ、勝手に閉めちゃった、そうですね、そうだね、はい、オレンジです、よろしくお願いします、うん、はい、うん、ありがとうございます、レイちゃん、ありがとうございました、ありがとう、はい、こういう見てくれてる人とやり取りするのがいいかもしれないですね、はい、ハイタッチしてね、ハイタッチ、イエーイ、はい、それでは準備でもよろしいですか、心の準備としてさっきあんなはしゃいでたからでしょ、そうだよ、もう次って分かってたんだから準備してけばよかったのに、そう
そうですよね、キチャしてる場合じゃなかったですね、本当ですよ。行きます。よろしいですか、はい、ユーミンのフリートークよろしいですか。はい、それでは3、2、1スタート。皆さんこんにちは。こんにちは。いや今日も暑いですね。暑いね。今日はちょっと寒かったよ。覚えてるちゃんと。適当な暑かったね。あ、ちょっと寒かったね。大丈夫だったの。じゃあじゃあね、いやー、夢見アドレセンスなわけなんですけど。夢見アドレセンスはですね、はい、思春期真っ盛り。まさかり、まさかりということで、はい、アドレセンスなわけなんですよ、いつまでも。そうですね。いやー、からの、からのですか。はい、からの、からの、何も考えてなかったの。私の好きな、そうですね、食べ物は、野菜炒めです。そうですね、うん、それで、うん、からの、今日はメンバー4人なんですけど、うん、本当は5人います。ちょっと、はい、ゆうみのこともっと知りたいな。ほんと、なんだろう、ゆうみのこともっと知る、こういう無茶ぶりにすごく弱いです。弱いとかじゃなくて考えてなかったんだよね。はい。反省して、反省して。それで、すごく私ってお腹が減ると、お腹が空いちゃうと静かになるっていう夢なんですよ。今そんな感じなんです。お腹鳴ってたもんね。そう、お腹が減っちゃったもんね。うん、そうてな感じです。はい、下ゆみでした。はい、じゃあとりあえずご飯食べようね。ゆみちゃん、うん、家帰ってご飯食べましょう。うん、ゆみちゃん家帰ってもらおうかな。ゆみちゃんは英語教えて、英語教えて。最後、 Can I open the window? It hurts。 ありがとうございます。この言い方ぶれないね。ありがとう。さあ、続いては、ひょうかちゃんですか。はい、じゃあ私、どうも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 、志田由美さんと代わって、ひょうかです、はい、それではお願いします、どうぞ。はい、ゆめあどの聖光中学3年生14歳教壇こと、ひょうかです。よろしくお願いいたします。イエーイ、ひょうか。はい、ありがとうございます。はい、私の名前はですね、ひょうかと言うんですけど、ちょっと今ね、作戦考えてたの。そう、ひょうかっていうからね、うん、あれじゃん、教科ってこう書くんですよ、普通に英語でね、英語でスペルだと反対になっちゃってるかもしれないんですけど、教科こう書くんですけど、私が最近ハマっている言葉はこれなんです。ちょっと待ってね。あ、本当？じゃじゃん、三教科でございます。三教科。そう、あのね、最近ね、よくツイッターでね、サンキューかってつぶやいてるんだけど、どういう意味かっていうと、サンキューって意味なんですよ。いつも幸せをサンキューかっていう意味で使ってるんですけど、皆さんぜひぜひ把握して、ぜひぜひこれを使ってください。はい、なんかありがとうっていう時はママとかね、パパとかね、言いにくい時にね、ほらやっぱアドレセンスの子はさ、言えないじゃん。そうだね、大人になっても言えないからさ、だからそうやって恥ずかしい時に皆さん、三教科って使ってみてください。今日さん、どうやってやるんだっけ。三教科はね、うん、せーの、三教科。はい、かわいい、はい、こんな感じ、ね、多分これはありがとう自体がね、恥ずかしいって言わない子はね、三教科はちょっと恥ずかしい。そうかな。まとまりかけたところへぶっ込み入りましたね。みんな、みんな、みんな、ショールーム見てくれて、三教科。はい、はい、ありがとうございました。ありがとう。